さあルキアンに渡る、また金森が追い越す動きを見せる、そこを使う金森、金森またぎを入れながら、ここをちょっと円空がどうとオーバーヘッド気味に佐藤が打っていきまして、まだ残っています。山岸とのコンビネーション、金森奥では佐藤も呼んでいますが、金森切り返して金森からのボール、その佐藤、ただこれはちょっと大きくなってそのままラインを割ります。湯沢と競り勝って岩崎でしたが、そして気がつけば今度は金森からルキアンに、もうすでに渡っている福岡、ルキアンエリアの中に入った、ルキアン横パスから戻して金森、誰よりもこの九州ダービー燃えている男、金森武史が決めて先制、アビスパ福岡です。まあ、ここで背後の取り方が非常に良かったと思います。この背後の取り方と、まあ、こう金森選手が出した後山岸選手に渡るわけですけども、まあ、ここをしっかりこうペナルティーボックス内でコントロールした後にうまく入ると思います。まあ、相手が見えたと思いますけども、あそこでしっかりこう振り抜くってところと、自分が打つんだってところもうここ要求してますし、まあ、ペナルティーボックス内で入れば、まあ、ここ力強く抜けば何かが起こるっていうことで、やっぱ彼はこの試合にかける気持ちってところも、このボールを呼び込んだところと入り方も含めて非常に良かったと思います。まあ、ここもルキアンの強さから勝って、佐藤、山口、そして金森がいる、井出口も顔を出してくる。さあ、その井出口とのワンツーだ、金森折り返して、パクイルギュー、山口ルキアン